はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はいはい、ということで今日は2月の12日で、はい、12日ですね。はい、2月入って、2回目の配信ということなんですけども、はいはい、どんどんなんか日が過ぎていくなって感じですね。そうですね、はいはい、まあ言うてると時間が経ちすぎるんで、いつもの方入っていただきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、あゆみの、はいはい、大事なの日、気になる日です。はい、はい、明後日、明日、はい、明後日がバレンタインデーです。はい、おお、はいはいはい、そうですね。お世話になっております。ああ、これね、はい、ありがとうございます。高橋さんもあるので、もうこれね、あのあれなんですよ、高橋さんも、はい、手が出てきた。はい、あ、お返し期待しております。いや、もうこれだからあれやろ、あの渡したのを確実にみんなに、はい、あの証拠残すっていうことよね。はい、わかりました。はい、待ってください。はい、はい、はい、今日の記念日は、はい、ブラジャーの日です。ブラジャーか、ブラジャーか、はい、ブラジャーの日です。1913年、はい、大正2年の2月12日に、はい、アメリカの、うん、メアリーフェルブスジェイコブっていう方が、うん、ハンカチをリボンにして、うん、リボン型に結んで、ブラジャーの形の原型というものを作られたそう でそこからどん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 進化して今のブラジャーに。ハンカチやったん最初。ハンカチです。はい、ハンカチをこう、いや、なんかあったよね、確かに。なんかね、結んでなんかブラジャーの形にするみたいな遊びはあったけど、あれをつけてたの本当に。そうですね、はい、で今はね、補正下着とかそういうのでねやってるんですが、それまでは、うん、あのコルセットですよね。ああ、そうですよね、はいはい、はい、コルセットで体の形が見えないようにコルセットで締めて、そうそうっていうのはやってたんで、あのほらだって、なんて風とともに去りのでそのシーンあるやん、コルセットギャーってギュって締める瞬間で、何、男どもはこんな苦労知らないでしょとか、何そんな話するよね、なんか、はい、ね、はい、っていう人になっております。はい、もう一つ、はい、ボンカレーの日、おー、レトルトカレーの日ということで、1968年昭和43年の2月12日に日本初めてのレトルト食品であるボンカレーが発売されたとなっております。なんかあれやね、なんかボンカレーってもうね、俺保育園ぐらいの時、はいはい、もう大好きで、いや、おかんのカレーも好きやねんけどね、でもなんかボン、今日はボンカレーやでって言われたら、マジでってなんかちょっと喜んじゃってて、俺中辛が好きやったんですよ。でも生まれた時にあったけども、うん、レトルトカレーを食べた記憶ってあんまない。ああ、そうなんや、そうなんや、うん、僕はですけどね、僕はね、あのありましたね、もちろんね、CM とか、うん、あのポスターとかね、あの辺はもちろんあの女性の方とかね、はい、あれ見てましたけども、はいはいはい、もうあのポスターってほら、はい、未だに地方行ったらありますよ、あるやん、もう都会にはないけど、はいはい、なんかあのほら昭和の象徴みたいになってるよね、そうですね、ボンカレーとオルナミシー、そう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 、大村コンさんのあの、はい、ね、ポスターだから、あのほら何やったっけ、うん、あのスカイビルの地下のとこに、はい、なんか昭和をなんか再現した街並みみたいなのがあるやんか、あそことかにあるもん ね、ありますあります、ね、あります、うんうん、あれむちゃくちゃ高いんですよ、あのブリキのなんか、はい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 、ポスターというかね、むっちゃ高いですよ、高い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 、はい、はい、ボンカレーの日なんや、はい、ボンカレーのボンは、はい、フランス語で美味しいという意味ですね、はい、でボンカレーという風に、なるほど、美味しいカレーという風にですね、はい、ね、はい、3分温めるだけですぐ食べられる、そうですね、はい、はい、めちゃめちゃ便利なものが発売されました、はい、あのだいたいあれなんです、あの冷やご飯にあのそのかけて、うん、で一緒にチンするの、あれを温めてかけるんじゃなくて、そう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 するとほら、あのお湯沸かさんでいいしさ、あ、はそうですね、うん、そうですね、そうラップかけるだけでいいからさ、レンジがありますね、そうそうそう、レンジがあればね、はいはいはい、そうなんですよね、はい、まあまあそんな便利、はい、という人になっております。はい、終わり、はい、はい、ありがとうございました。待ってます。はい、ということでございましたけれども、はい、はい、まあいろんな日がありますけどね、そうですね、はい、次回はどんな日になるのか、はい、皆さん楽しみにしておいてください。はい、それでは、はい、このプレゼンありかなしか、はい、嬉しいですね、嬉しいですね、また、スタジオゲスト来ていただいております、はい、はい、
まあ最近っていうか、あのもう何回目4回目や、はい、4回目ぐらいになりますね、はいはい、ゲストですか、ゲストが今日のゲストがですね、はい、はいはい、あの出演が4回目ぐらいになりますけど、はい、はい、お呼びしたいと思います。はい、はい、武田智和監督よろしくお願いします。はい、はい、ということで、武田監督、あのまあ、最近直近でのね、あの元旦の、はい、配信のやつに参加していただいて、ね、はい、がっつり、いろんな告知をしていただいたんですけどね、何個告知したのか、もう原監督のやつから、ね、あの坂本監督のやつからいろんなやつをあれですけども、で最近ではまたね、あの片山監督の探すもね、うん、あれまた上映中で、かつそれのドキュメンタリーというか、裏のやつも撮って、メイキングを、はいはい、メイキングを西成で撮ったシーンのね、はいはい、ね、やらせてもらいました、はい、ということで、また関係してるやつがどんどん、上映されてたりとかするんですけども、はいはい、今日は何の告知でしょうか。今日はですね、はい、まあ、ここでこの番組の何回か出てる、はい、あの川本貴弘、はい、僕らドラゴンって呼んでますけども、はい、まあ、そのドラゴン映画祭とかやってたんですけど、はい、僕ね、あの僕も知らなかったんですけど、はい、ドラゴン自体も最近知ったらしいんですけど、うん、なんかね、2月15日が世界カバの日っていう、はい、カバの日、カバって言っても映画カバじゃなくてこれはあの動物のね、カバさんのカバの日ということで、はいはい、で、なんでね、はい、この日がカバの日なのか、はい、ネットで調べたりしてみたんですけど、はい、なんか当たり前のようにカバの日って出てくるだけでどういう理由なのかちょっとまだ発見できてないんで、あの皆さん知ってる人から教えてください。この日を、映画カバの日としようと、はい、まあまあ元々は世界カバーさんの方なんですけど、はい、今年からはちょっと待って、もうだいぶ名前入ってる、中に入ってるから。ああ、まだ始まってない。そうそう、まだ始まってない。まだ始まってない。まだ始まってない。まだ始まってないが、すいません、あの、判定員さんすいません。判定員さんすいません。はい、ということで、まあ、プレゼンなんでね、10分間で、はい、はい、また、あの、プレゼンをやっていただけたんで、はいはい、で、時間を後ろから言うてくれますから。はい、はい、よろしくお願いします。では、いきますね。はい、大丈夫ですか。はい。はい、はい、それでは、このプレゼン、ありかなしか、スタート。はい、ちょっとフライングした分に気に入る部分もあるんですが、いやいや、もうあの一から言ってもらっても全然大丈夫。これ、来させてもらったのですね、はい、あの皆さんもよくご存知、はい、この番組にも何回か出ているあの川本貴弘、はい、川本ドラゴン監督が、作った映画カバーに関してなんですけど、はい、まあ、先ほども言ってた部分もあるんですが、改めて説明させてもらいますと、はい、2月15日が、はい、ずっと前からあの国際、カバで、カバの日ということで、はい、こちらも動物のカバさんの、はい、記念日なんで、記念日らしいんです、はい、内容はちょっとネットで知らないと出てこなかったんで、はい、あのできれば見てる皆さん、ご存知の方はなぜカバの日なんか教えてください、はい、で、そのカバの日にあやかってですね、はい、まあ、こっちは動物のカバさんの話じゃなくて、動物のカバさんの記念日、まあ、記念日なんかね、なんか言われたり、はい、まあ、動物園ではカバの、はい、まあ、こんなセレモニーをしたりされてるようなんですけど、はい、今年からですね、西成では、西大というかこの映画カバーに関わる僕らにとっては、はい、まあ、その世界カバーの日にあやかって、僕らにとって映画カバーの日にしよう、はい、ということで、はい、イベントを考えました、はい、でもね、こう2月15日カバーさんの方は2月15日1日だけなんですけど、はい、僕らの方はそこからほぼ1週間、はい、まるまる1週間イベントをやります、うん、で、こう大切なこと言ってるようですが、どういうイベントをするかと言いますと、はい、ひたすら、カバーを上映するとそう1週間すごいですよ、1週間、はい、1週間いつでもカバーが見れると、はい、まあ、大阪西成限定になってしまいますけども、はい、そういうイベントをやっております。で、この企画をね、始めるきっかけとなったのが、ここに書いてある大阪活動夜会、はい、この番組でも言わせて、そうですね、はい、出してもらったかもわかんないですけど、ドラゴンとか、はい、僕とか、はい、あの、まあ、今井伊織監督とか、はい、まあ、皆さん中心になって、立ち上げたのは、その今まで映画っていうものは僕も、まあ、そういう側の監督だったんですけど、うん、あの、まあ、作る方に一生懸命やって、うん、で劇場を公開して、まあ、あとは配信に行ったり、うん、DVD 行ったりという、はい、まあ、最初の公開まではね頑張るけども、その後見せ方っていう部分はあまり頑張ってこなかったっていう、うん、まあ、思いがあって、はい、でドラゴン自体は、この映画カバーを持ってですね、うん、もう日本全国、はい、自分で店に回ると、うん、映画館のないところにも映画を届けるんだと、はい、
まあ、その思い、熱い思いでね、僕も今までちょっとそこサボってきたというか、うん、意識をしてこなかったなっていう思いがありましたんで、うん、まあ、この3人を中心に、その後ヒーローさんもね、まあ、いろいろ関わっていただいて、はい、まあ、映画を見せる側を、うん、映画監督たちが、一緒になって考えていこうと、うん、まあ、新しい配信とかね、DVD 販売とか、ブルーレイ販売とかいう以外の、うん、まあ、形、まあ、もっとアナログになってしまいますけど、うん、やっぱり、まあ、デジタルが、うん、これだけ発達した世の中だからこそ、うん、自分たちの手で足で届けるというアナログが、うん、まあ、逆に魅力的になるんじゃないだなっていう思いも込めて、うん、はい、そういう活動をやる会ということで活動や会って言ったんです、はい、で活動やっていうのがね、僕ら先輩方、うちの師匠の原和夫とかも ね、やっぱり映画人とかね、うん、映画監督とかいうことはしっくりこないと、うん、やっぱりあの活動や、うん、っていう言葉を彼ら使ってたの で、うん、でやっぱりこの年になって、うん、でドラゴンの思いとかも考えて、やっぱり自分たちがしっくりくる言葉ってやっぱり活動やで、うちの師匠が言ってた前、ここでも言わせてもらいましたけど、うん、まあ、最近思い出したんです、何、原さんが何言ってたかなって言ったら、はい、その活動やっていうのはね、うん、作りたい映画を、うん、心の底から作りたい映画を作ると、うん、それともう一個はその作りたい映画を作る環境、お金であったり人であったり、うん、その環境すら誰かがやってもらうんじゃなくて自分で作り出すんだ、うん、それが活動屋なんだっておっしゃってたんですけど、で活動屋の定義として、うんうんうん、ただ僕らはそこにもう一個つけたいと、なるほど、できた作品を自分たちの力で届ける、うんうん、それも含めてこの3つの柱で、うん、活動屋なんじゃないかと、なるほど、でそれをやるのが大阪活動屋会です、はい、で、それをやっていく中で、まあね、その僕らはそう思いの中で、事務所を借りました、はい、西なりに、はい、事務所といってもですね、はい、こんな素敵なところではなくてですね、はい、まあこれは悪口じゃないですよ、いやいやいや、わかりますよ、はい、僕も行ったことあります、そうですね、はい、西なりの日の出湯さんっていう銭湯の、はい、まあ、持ってらっしゃる物件、はい、まあ、ほぼ隣の、はい、まあ、横つなぎの七ヶ谷なんですけど、はい、まあ、僕ら入っていくとですね、はい、まず床上がりますいや、踏みしめるともう割れちゃうんじゃないかってね、バキバキバキってね、なんかとりあえずね、僕ね、トイレ行くまで の、あの畳間のところがね、僕、まあ、今体重100キロぐらいあるんで、はい、あ、危ないかな、ほんまにあの踏み割れへんかなって、ね、行っちゃうんじゃないかなね、下までね、そうそうそう、で、あの階段もものすごい昔の急で、ね、そうそうそう、ものすごい急なね、昔のおばあちゃんたち、おじいちゃんどうやって登ってたんだろう ね、急階段で、で何が、もう一個楽しいですよ、2階上がると、うん、あのディズニーランドとかのなんかこう不思議の家みたいあるじゃないですか、うんうんうん、立ってるだけで傾いてるんですよ。あれ、これ僕の感覚がおかしいのか。この建物がね、いや、こっちはこう右に傾いててね、こっちのこと逆に傾いてたりしてね。あの絶対ね、あの寝たらあかんのよ。いや、これディスってませんよ。決してディスってるわけじゃなくて、はいはい、まあ、そういう楽しいところで、はい、まあ、きれいなとこもいいけども、はい、あのまあ僕らにとって、ね、まあ、あの100年、築100年ぐらいの古民家ですね。そう、いやいや、築分かりませんみたいな。あ、じゃあ本当ですか。いや、でも100年ぐらいって誰か言ってたよ。そうそうそう、なんか、あの気づいた時にあったよねみたいなもの、近所の人もそう、そのぐらいの建物を、はい、お借りして、はい、これから、まあ、ドラゴン曰くは、はい、10年間はそこで、こういうのカバーの日、ね、はい、2月15日周辺は続けていきたいと。なるほど。言っておりますので、はい、ぜひ参加してください。で、ここから内容なんですけど、うん、まあ、さっきね、ちょっとあのカバーをひたすら流すと言いましたけど、うん、まあ、その15日からスタートでしてですね、はい、18日までかな、18日までは、はい、カバーを流して、はい、その合間にはドラゴンとね、プチ、まあ、おしゃべり会、はい、あの作品を見て、はい、監督と、まあ、来ていただいた方が、まあ、ザックバラに、はい、で喋るという企画がありまして、で18日までがそれが続きます。そして、はい、あの5時からはですね、なんかフリータイムがあると、はいはい、これはまあその長屋のね中でできること、うん、まあそのロックバンドとかはダメですけど、ちょっと無理だという近所のこともあるんで、うん、でもフォークのギター一本で弾いたりとかいうこともできますし、はいはい、それは飛び入りでできるということなんで、はい、あのこのまあここになんていうんですか、このカバのあのフェイスブックとか、はい、ラモスさんのフェイスブック調べてもらったら連絡先も書いてますので、はい、なんか、ね、今の時代ネットなんで、どっかこれ、うん、カバ映画長屋にしないとか一生懸命検索してもらえば出てきますんで、すごい無責任で言い返せますけど探してください、今の時代探せると思います。はい、まあ、突然決まったことなんで本編とかないんで、ぜひどっか出てくると思うんで探してください。はい、はい、で、で最初僕がですね、19日と、はい、21日はいます、はい、で19日はあのややこしいんですけど、大阪活動屋会東京支部という名付けて、まあ1人しかいないんですけど、今のところ2人か、そのうちの1人の、はい、カジノユー、カジアンって僕ら呼んでるんですけど、はいはいはい、カジアン監督のアオン
っていう作品とカバーを19日はやりますし、はい、でここの日はね肉じゃがを振る舞うと、はいはいはい、まあ、このご時世なんで、そう大人数でわっとこうね、うん、集まったりはできないですけどね、全然広くないんで、はい、めちゃくちゃ狭いスペースなんで、はいはい、だからもう少しのほんまに家族で、はい、食事するぐらいの広さで、はい、まあ、肉じゃがを振る舞って食べていただこうということと、はい、21日は、その家事の監督のアウンに含めてですね、はい、僕の、まあまあ、この番組でも何度も紹介してますけど、はい、私の居場所、はい、新世界物語というドキュメンタリーと、はい、今井より監督の調査屋真央さんの恋文、はい、この日本のドキュメンタリー作品も21日は上映します。まあそんな感じでですね、はい、まあ、基本はあの映画を流して、やるんですけど、まあ、映画と僕もでも実はあれなんですよ、水曜日飛び入りやるんですか、うん、上映ですか、上映おお、じゃあそれ16日は出てきてください、ね、そうです、だから16日に、あの、5時から今初めて聞きましたけど、5時から、いや、ね、あの、はい、鴨本君には言ってるけど、そうです、あの、僕だけのフライミートゥーザムーンと、はい、あの、大きな木になりたいはちょっとかけようかなと思ってるので、いや、皆さんこの番組の、ね、はい、視聴者の皆さん絶対16日は西成集合ということで、はいはいはい、集合でよろしくお願いします。来てないと番組に怒られますで、まあ、そういう感じでやるんですけど、まあ、こういうご時世なんであまり大きなことはできないんですけど、うん、まあ、それでもこういう機会、やっぱりこう映画の先ほど言ったみたいな活動会の理念として配信でやるんではなくて、はい、やっぱり直接、はい、あの顔のね向かい合える、うん、見合う監督作り手と、うん、見ていただく方が関係を続けようという活動会でもあるんで、うん、はい、こういう状況であるからこそ、うん、まあ、規模がちっちゃくても、はい、やっぱりこう見ていただく皆さんとの、はい、直接のつながりを、途絶えさせちゃいかんなということで、やることにしましたんで、はい、皆さんぜひ、大阪西成、日の出湯の横の長屋まで遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。はい、まあ、時間ちょうどぐらいですね、多分ね。はい、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 ということでございました。まあそうなんですよ、だから、うん、まあ、僕もね、あのこの間あの西成の、はい、あの永新防災館街の上映で行かせてもらって、はい、でその時に僕もこれ買ったんですけど、で実はこの、まあ、この収録があるからじゃないんですけどね、あの昨日の夜、ね、夜中に、はい、あのパッと手に取って読み出して、うん、止まらんようなって、うん、全部、うん、読み込んだんですよ、うん、まあ、あの、なんでしょう、ようこんな赤裸々に書くなって、人の名前だけはさすがに出してへんやつあるけど、全部書いてるっていうのがすごいな。カウントドラゴンは日記を書いてるらしくて、だからか記憶だけじゃなくて思い返せる、なるほど、すごいな、はい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 、あいつあいつ言うてるのはあれやけど、最初、うん、これすごいページ数があるんですけど、60ページぐらいありましたっけ、もっとありました、ね、いや、これね、全部40ページぐらいか、こんなに作る予定じゃなかったんですよ、うんうんうん、でお金ももっとこうね、少なくやる予定が、はい、書き出したら止まらんということで、なんか一冊の本文ぐらいの、ね、いや、ほんまにすごいですよ、もうだからもう十分読み応えのある読み物になってると思いますので、うん、まあ、まあ、でもだから裏にこうやるな、カバの日のつながりのカバです、はい、カバが書いてあったりとかするんですけども、まあ、ぜひ、カバに触れていただきたいなと、はい、そうですね、まあ、カバだけじゃなくて、他の監督の作品もね、そうですね、はい、上映されますんで合わせて来てください、まあ、何か遊びに来てください、そうですね、うん、はい、ということでございます。じゃあ、判定の方行きたいと思います。はい、ね、なんかね、はい、最近ね、付け届けをしないとね、あの罰にするぞみたいな圧力がちょっとあったりとかする、後で渡しますということらしいんで、はい、よろしくお願いします、はい、それでは、このプレゼンありかなしか判定、はい、丸3つ、はい、何渡すのかはい、まあまあまあ、そうですね、だから、なんでしょうね、その、まあ、この作品もね、うん、この作品自体も本当に熱い作品というか、うん、まあ、作品の内容自体も熱いんですけど、これを作ったこの過程もまた熱くて、うん、で、さらにそれをまた届けようっていうところまでっていうね、うん、ね、はい、だから、まあ、確かにね、おっしゃってた通りだと思うんですよね、僕らその監督というか、うん、制作者って、うん、作る時はものすごい頑張るじゃないですか、そう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 、で死に物狂いで作って、さあ出来上がった、さあどうやってみんなに見せようかいうところに関しては、うん、ノウハウないからって言って投げ振ってしまうと、うん、
なんかすごい嫌な扱いをされたりとかすることってあるんですよね、うん、だからそういう扱いを受けないようにするためにやっぱり自分できっちり届けていくっていう努力しなきゃいけないっていうのは、うん、僕もあの3つ3本作らせてもらってすごく感じていて、はい、あのホイホイどこでも行ってどこでも流したらいいっていうもんじゃなくて、そうそうそう、やっぱりどういう環境でどう、うん、どういうなん例えば音響にしてもそうだし、うん、スクリーンにしてもそうだし、うん、それによって全然体験が変わってくるんで、ね、まあ、そこまで熱いところをね、うん、あのやっぱ、ドラゴンは考えてるっていう、僕もそれをドラゴンから学びました、うん、いや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 、まあぜひそれをその一旦をねこのそうですね、カバーウィークで、はい、ドラゴン直接本人から聞けますんで、ね、あそうですね、そうですね、そうですね、そこがあのちょっとぶっきらぼうなものの言い方するやつなんですけどね、ええやつなんで、口が、まあ、皆さんね出て見てはるから知ってるもん、口は悪いが心は優しい、そう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 、はい、ええ人です、はい、はい、ということで今日は、武田智和監督にお越しいただきました、どうもありがとうございました、こちらこそありがとうございました、はい、では次、あゆみ、はい、ということでおはようございます、おはようございます、はい、はい、今日12日はチョイスの日なんですよ、あ、そうですね、はい、はい、チョイスです、はい、はい、はい、ファーストチョイス、セカンドチョイス、ファーストチョイスが1時から、はい、セカンドチョイスが16時からですね、はい、内容が祈りの幕が降りるときと、はい、ブレスレットを楽しみたいと、すごいなんかまた渋いの来てる、渋いな、ね、はあ、ちょっと見たいなと思って、ああ、はい、自分の趣味はい、自分の趣味で楽しもうかなと思っております、はい、だって私がスタッフですもの、まあそうね、はい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 、そして、19日20日は、うん、マテリアルでフリーマーケットを行います、はい、はい、10時から18時の間でフリーマーケットしておりますので、はい、入場は無料です、来週です、ね、はい、入場は無料になっておりますので、はい、自由にね遊びに来てください、はい、お待ちしております、はい、はい、で26日27日もチョイスの日を行いますので、はい、ぜひぜひ、ね、皆さん一緒に楽しみましょう、はい、というふうに待っております、はい、はい、あと走っておりますのでね、あ、そうですね、はい、走っておりますので、ね、ぜひぜひ、はい、21日に走り始めました、もっともっと走りましょうね、はい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 、ということで終わりはい、ありがとうございました、はい、高橋さん、はい、おはようございます。スナコミケの高橋です。皆さん、梅雨のコーナーでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、16日予定があって、うん、行けないです。いやいや、全然、ね。また武田監督のね、はい、新あの私の居場所が見れる、はいはいはい。いつになったら武田監督の映画を見れるのか。僕は1年、言うてから1年間はしてないんですよね。あの、最近、まあ、いろんな映画を見ると、まあ、うん、あのカバーもだいぶ前に拝見させてもらったので、うん、あの、ごったごたになるんですけど、うん、今度ね、新作でね、はい、天野裕次郎、監督の作品があって、はい、うん、まあ、オウム真理教のことをやる映画があって、題、はい、名が何でしたかね、はい、私の魔境という映画があるんです、はいはい、これね、はい、天野監督の作品やのに、うん、出てる人が映画カバーの人が3人も出てる、あー、そうなんや、あの、ね、そうなんや、主役がね、あの近藤里奈さん、あー、近藤里奈さん、あの、はいはい、カバーで、はいはい、ずっと駅向こうで、はいはいはい、お昼、はい、OL さんを演じた、この人が主演なんですよ、でそれを思ったら山中新さんも出るんですよ、あ、そうなんや、カバがそのままオウム真理教いたかっていう話でもう一人ね、あの人違いますよ、違いますよ、はい、もう一人、もう一人、はい、牛丸亮さん、はいはい、もうカバの先生でしたよね、この方も出るという、はい、だからこの天野監督 の、幸せな囚人という映画と、うん、川本監督のカバの人が合体したような作品、なるほど、はい、でございますね、なるほど、はい、なんかまちまちな、どっちがどっちの映画ってか分かりません、はい、また楽しみにしててください、はい、これは今グラファンやっておりますので、よければご覧ください、はい、ということで今日はですね、またちょっと変わったネタでいきたいと思います、はい、はい、記憶障害の話ですね、うん、はい、記憶障害の話です、大体かわいそうなんです、うん、これは、私が、劇場でたまらんって泣いたやつ、ガチボーイですね、うん、はい、これはあの千原ブル分の監督が作った分で、はい、これは、まあ、まあフジテレビジョンの作品で、はい、佐藤隆さんですね、はい、が、ボクサーのクラブ入ってて、はいはい、1日寝ちゃうと忘れるっていう、あ、朝一番からもう髪見て、はいはい、自分は何々やから始まっていくっていうやつでね、すごく悲しかった、はい、相手さんが佐藤さんでございます、はいはいはい、ほんでこれ音楽がですね、また佐藤さんでね、はい、あとチョイスがありますね、はい、あのアルキメデスの対戦とか、ね、はいはい、ほんでマスカレードナイトとかね、はいはい、中澤雅美さんの作品を作る方で、はい、これね、もうほんまかわいそうですよ、うん、
でもまあ、 大変ですよね、朝起きて、うん、前の日までの全部覚えて、また1からやり直すから、半日しかないじゃないですか。まあ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 、そうですよね。なんかそういう中でどうなっていくかっていうのが、ガチボーイでございます。これ、うん、男版の、まあ、記憶の紹介っていうかね、はい、作品でございます。はい、ということで、女性版って言いますと、はい、こちらですね、はい、50回目のファーストキスですね、はいはいはい。こちらもまあ、だいたい1日、はい、起きたら忘れていって、うん、いつも、ダイナーから始まっていくんですけども、はい、相手が昨日の話しても忘れてるというところから、ここもまあ半日ぐらいかかるという話でございますね。はい、これでも福田雄一さんが、ね、そうなんですよ、ね、ちょっとやめてほしかったという感じで、だからやっぱり感動もんやから、はい、福田のりのあんまり笑いを入れすぎ、うん、出ないのが、うん、多分苦しかったんですよね。なんかそこがイマジナーたんかなと思います。で、うん、今はだから、まあ、福田組であるだから山田孝之さんと長澤まさみさんですけど、やっぱり長澤まさみさんがちょっと福田組には合わないんですかね、はい、なんかそんなどんなかそんな感じました。でまた室津剛さんも出てますし、はい、先ほど出ましたけど、あのサカスにも出てる佐藤二朗さんも出てるということで、はいはいはい、であれですよね、武田智和監督も出てますよね。出てます。あ、違う、中野大河や、中野大河、はい。言われる、はい、うまいですね。中野大河も出てますけど、中野大河はだから長澤まさみさんとマザーで共演してる、はいはいはい、で山田孝之さんと長澤まさみさんは、うん、これも社会でみんながため息ついたという、うん、その時は彼によろしくというね、はい、とてつもない、はい、映画に、はい、で共演してました、はい、それも見てください。あ、それも、うん、もう次の言わせるとこして怒られるよね、東方的に言いました、怒られましたね、はい、でもこれはね、しっかりしてる作品というのは、はい、制作チームロボットです。うん、そうですね、はい、フジテレビとロボットではいい映画しか作らないということでございます、はいはい、でもこれは本当はこっちが本家でございます、はい。2005年の6月18日に公開されましたアメリカ映画ですね、はい、50回目のファーストキス、はい、これがアダム・サンドラーとドリュー・バリモア、バリモア、バリモアですね、はい、こっちはやっぱりこれはやっぱり悲しかったですね、うん、これ見たけどこっちは悲しくなかったね。いや、もういいなってそれを、ね、まあだから話分かってるから、まあまあまあ、でっていうだけですよ、まあまあ、でもまあまあでもあれヒットした作品でございます、ね、ヒットしてます。逆に洋画版と邦画版とどっちヒットしたかって言ったら、やはり日本人には邦画を、まあまあそりゃそうですよね、そりゃそうですでございますね、はい、もうまあ ET さんのね、はい、妹もあかんようになったというでございますけど、はい、いいですよ、あのまま公開してませんが、ね、はいはい、DVD は好きなように言えますので、はいはい、またよろしければこの辺の作品で、はい、見ていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はいはい、ということでエンディングでございます。はい、ということで今日4回目の出演になったんですけど、はい、多分あれですよね、4回出演してんのって、武田さんだけ、うん、柿本さんが3回か、松村さんはね、ついてきてて声が入ってたりするのと、あの喋ってたら突然笑い出したりとか、なんか勝手に拍手したりとかするから、そうそうそう、来るのは多分あの人が一番多い、はいはい、出演はまあ多分武田監督が一番じゃないですか、ね、短期間でちょっと、はい、いえいえと思います。ありがとうございます、はい、まあまあそうですね、僕らもやっぱりね、その関西で映画をね撮っていってますから、その関西の映画をまあ盛り上げていきたいっていう気持ちはまあみんなあると思うんですけど、まあなんかでもあれですよね、最近その探すもそうですけど、西成で撮ったとか、西成絡みの西成五郎もそうですし、まあカバーもそうですしね、水俣マンダラの上映会に行ったら、うちの原和夫が、原和夫監督が言ってましたが、うん、なぜ大阪の映画こんな多いんだっつって。ああねえ、本当にそうですよね。はい、まあだから意外とその大阪というか、まあ、関西の映画というか、はい、結構ね、今元気があるというか、いう感じなんで、どんどんこの調子でですね、たくさんの人に、この関西あるいは大阪で撮った作品ですね、見ていっていただきたいなと、まあ、それまた応援していきたいなと思いますので、はい、また武田監督もよろしくお願いします。また5回目よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。また来週。